そうだ、ストーカーさんはなんて呼べばいいかな。キノでいいか。もうデリカシーないんだから。オッケーと思ったらまさかの快諾。ノリいいなお前。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。他の絵も描いたりするのか。おお、他の絵もうめえな。このくらい上手に描けたら楽しそうな。あ、キノちゃん絵得意なんだね。得意ってほどじゃないですけど、昔から絵を描くのは好きで、よく壁に落書きして怒られたりしてて、私実は漫画家目指してた時期もあったんですが、今絵に関係する仕事なら何でもいいかなって思ったりしてるんですが、迷ってる感じです。意外と喋るね。あ、じゃあさ、せっかくだしキノちゃんに絵を教わってみない。どうキノちゃん。スケッチブック持ってないから顔が描けない。優れた適応力。やっぱ部長、モデルになってもらっていいっすか。もうしょうがないな、可愛く描いてよ。うっす。お任せよ、可愛く描いて見せましょう。頼むよ、ナナコちゃん。じゃあまず俺とナナコで部長の絵を描いてキノに見てもらおうぜ。ちょっと、なんで私仲間外れなのよ。だって部長、裸以外描けないじゃないですか。人を変態画家みたいに言わないでよ、普通の絵も描けるから。手始めに、よく観察、これ大事。あ、本格的。じゃあ、机の上のもの描いてみてくださいよ。余裕だっつーの。こんなもん、こうして、こうして、こうだ。全部裸になってる。このポーズ、どういう意味があるのやら。よく分からずにやってるとは思ってたよ。入ってきた。それではキノが描く絵の評価は。他の絵も見てみたいと。エイジ君の描いた私、目つき悪。ナナコの絵は可愛いな。さあ、キノ画伯の評価は。ただいま採点中。引き作るの、さっきからノリいいわね。